今年はスイカがよくできてます。収穫しようかな。1個だけじゃなくて2個3個4個とね、いっぱいあるんですよ。多分ね、1株あたり2玉はできてます。で、ツルがちょっとここのとこの雨でね、弱り始めちゃったかな。でもいいのができてますよ、こっちは。はい、どうもカービーです。7月の28日、スイカ取ります。先週ですね、取って白かった残念で、今日はね、またもう一個取ってきます。先週の時点で中がうっすら赤くなってる程度だったんで、まあ1週間経ったからもういけるかなっていうところですね。はい、ちょっとね、このとこの昨日とかな、雨でだいぶ弱ってしまったのか、葉っぱの勢いがなくなってきてるんでね、もうちょっと終わりかけかもしれないです。で、ちょっとね、風邪ひいてしまって畑の手入れができずに、今ちょっと畑がかなり草がすごくなってます。ちょっと様子も映しつつ、それから収穫していきます。で、ここのスイカ畑は、麦を栽培していたところを片付けたところを耕して植えた。で、そうしたらね、結構うまくいきましたね。はい、なんでね、麦の後作でスイカいいかもしれない。何がいいかってね、このね、麦わらめっちゃ使えるんですよ。はい、まあ、とりあえずね、収穫して今日は食べてみるのがメインです。最初にちょろっと映したけど、スイカがね、ポンポンいいやつ、小玉スイカですね。これとここにもあるでしょ、ほら、いいスイカ。でね、もともとが多分ね、 F1 から取ったやつ種らしくって、それわけでもあったんでね、ちょっとね、色形が微妙に違うのができてるんですよ。ね、あとまだあるよまだ新しいのできゃじゅうでな、これ。ここにもあるし、ここにもある。あ、これいいやつじゃない。いいね、綺麗。スイカの取り時ってね、結構難しいんですよね。でもね、今年はいい玉がいっぱいできてるよ。いつもね、そもそもツルがあんま伸びないんでね、あんまり玉の数もできないんですけど、今年はね、いいのが、あ、これいいじゃん、すごいね、これ。これすごいじゃん。立派。すげえいいのできるな、これ。玉がしな。あー、どれ取るか迷う。あ、ここにもある。すごいじゃん、今年。すげえ豊作ですよ。ただね、取り分けマジで難しい。このね、巻きずる？これだ。この巻きずるがね、3分の1ぐらい枯れた時は収穫時って言うんですけど、難しいんだよね。一番まあ、開花してから30日か40日とかね、日数でやるのが一番いいんですけど、ちょっと難しいな。これね、ミスるとね、辛いんですよね。悲しいからね。だからちょっといいやつをなるべく選びたいところですね。次は、ざっと見たところで10個ぐらいあるんでね、ちょっといいやつを探して持って帰って食べましょう。はい。ああ、何にせよ今年はよくできた。これが一番いいね。すごい。はい、とりあえずこれにしました。はい、とりあえず今日はこれを持って帰って食べてみます。あ、はい、それでは我が家です。切ってみましょう。かわいいお手手がね、今か今かと思っております。じゃあちょっとパッカンしてみますね少し待ってください、中さん。まずヘタを取りまして、はい、行きます。前回のリベンジなるか、どうかな。ちょっとやだ、嫌な予感もしないでもないな。おっ、おっ、やー、まただよー。またでした。ちょっと早かった。やっぱツルが枯れるのと、あの表面の粉吹きがね、ろうそく物質がね、しっかり消えて光沢が出るまで待たないとダメですね。はい、もう1週間待ちましょう。まあ、とりあえずこれ食べましょう。これでも美味しいからね。はい、なんですけどね、割とスイカの味しました。割と甘いんですよ。これ糖度ね、9くらいはいってます。もしかしたら10いくかいかないかくらい。だから割とね、ちゃんと売ってるスイカに近いぐらいの甘さはあるんですよ。こんなに色薄いけど。だからこそもうちょっと待ったら、もっともっとうまかっただけに、すげえ説明。すいません、長さん。また白かったです。あと、いい人だからね、これで美味しく食べてくれるもんね。今から切るね。よいしょ。うん、うん、おいしい。いかがですか。うんおいしい。おいしいな。おいしいです。踊ってますね。うん、美味しい。もっと美味しくなるからね、もうちょっと待ってね。楽しみだね。はい、通算4個目やってみましょう。
ープしてて。よいしょ。はい、あ、やっとスイカだよ。やっとスイカです。これはもう文句なしのスイカでしょう。やりましたよ、これがスイカです。スイカです。これを待っていました。もっとね、いいやつもあるけどね、これちょっとね、一部傷がついたんでね、早めに来ましたけど、ちょうど良かったですね。じゃあ食べてみましょう。やりましたね、赤さん、ついにスイカですよ、赤いスイカお待たせしましたね。白かったもんね、今までね。スイカですね、いただきます。うまい、めちゃめちゃ甘いね。うん、うん、おいしい。糖度11ぐらいいってるよ、これは。これは間違いなく美味しいです。いや、収穫タイミングが大事です ね。まだあと4つぐらいあるからね。うん、これ赤さん用です。いやー、ここまで綺麗にできたスイカは初めてですよ、ほんと。今朝のスイカはね、綺麗に赤くなってましたね。もうね、どんどん取っていけると思います。で、葉っぱ自体もちょっともう弱ってきてますからね。毎日観察して取っていこうと思ってます。で、今年うまくいった理由としては、まあ、雨がしっかり降ってくれたっていうのは大きいですね。で、あと草を取れた。まあ、今ちょっと生えちゃってるんですけど、草に埋もれさせずに、で、水分がしっかりあって、で、土もね、柔らかくなってて、これ、麦栽培した後でね、麦わらとかを置いてるんですけど、こういった条件がいろいろ重なって、まあ一番は要はね、葉っぱがしっかり茂ることができたっていうのは大きいと思います。で、あとはね、雨が降ってくれて水分がしっかりあった。で、ここからですね、日差しが強すぎるのと、雨がね、降らなくなるので、そう、もうね、葉っぱが弱っていくんですね。そうしたら、ちょっともうね、ダメになっていきそうな感じもします。で、今ね、見つけたのはこれ。これめっちゃいいやつができてますよ。でね、見事なものができてます。で、音でね、分かるようになってきました。ポン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 ってね、音響くんですよ。で、これね、土枯れちゃってるんでね、ここ、巻きずるのところがね。この巻きずるのところはもう枯れちゃってるので、これ取っていきます。スイカの収穫時っていろいろあって、一番いいのはね、開花して、受粉してからの日数、3、言ったら大体40日ぐらいかな、小玉スイカでも。それぐらいの目安に取るといいと思います。大玉スイカでも50日ぐらいかな。はい。で、他にはこの巻きずるが枯れるタイミングとか、あと音はね、一番難しいんですけどね。あとね、この辺の光沢が出てくるらしいんですよね。ちょっとろうそく物質、ろう状のつる白っぽいのがなくなってね。まあね、でも何個かね、見ていくとね、この音、分かるようになりました。この音は多分いける。はい。白かったらまだ早いと、音がね、高いんですよ。硬いものを叩いてるような感じでね。で、毎年あんまりうまくいかなかった理由としては、まず一番草に埋もれてしまうっていうこと。んで、雨が少なくて土が硬くなって水分不足で弱っていく。んで、葉っぱが弱っていくし、このね、8月にかかっちゃうと、もうその暑さと水分不足で葉っぱが弱ってダメになって、で、生育も遅れていたので、玉も大きくなる前にもう枯れてしまうっていうことをね、ずっと続けてきてしまったんでね。で、今年は、植えてからの気温とか気候とかがちょうど良かったんじゃないのかなと思います。あとは草を管理できたということ。はい。ということで、これ収穫して、また、後で中を見てみようと思います。ちなみに、このスイカはですね、さやかさんに分けてもらったスイカ、F1 品種だったらしいんですけどね、それをね、5回ぐらい種取りしたやつです。なんでね、島がはっきりしたやつとかね、この黒っぽいやつとかいろいろあるんですけどね。で、ここにもありますけど。うん、これはね、まだね、音が高い。もう少し持ちます。この直射日光に当たらないように、葉っぱかけてます。はい。こんな感じの、いい感じのが、あとね、5、6個はあります。今年豊作。いい重さですね。何キロあるかな？4キロ、5キロぐらいあるかな？結構重たいです。はい。スイカが豊作により連日我が家はスイカタイムです。赤さんも、さんも、私も堪能しております。はい、そして通算5ターン目ですね。これが結構いい感じにね、でかいんで、これも割ってみましょう。
音がね、だいぶね、この音はね、いい気がするんですよ。やってくれるね。ポン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 だもんね。はい。じゃあちょっと終わってみましょう。はい、いいです。よいしょ。さて、どっから割ろうかね。じゃあ割ってきます。割ってきます。これ今回一番でかいやつだね。あれ？え？ちょっと手応えが怪しい気がする。まさか、まさかの。大丈夫です。見えました。はい、パカッ。あ、白かった。完璧だと思ったのに。うわ。難しいね。いや、ツル枯れてたんですよ。ツルが枯れてたんでね。仕方がない。怖くない。期待していたら、がっかりも2倍。だから、まあ全体的にまだね、ちょっと早いんですよね。ここにもちょっと巣が入り始めてるからね、これ、ツルがちょっと枯れちゃってたから、もうこれ以上熟さなかったということで、これは食べていきます。はい。まだあるからね、楽しみやつ。100点満点とはいかなかったけど、普通にもう甘くなってます。で、これ種がやっぱちょっと違うね。よいしょ。これがあの、ちょっと小ぶりな方の種です。で、これがね、今、中玉サイズぐらいの大きさの今日取ってきたやつで、やっぱ F1 のスイカから取った種を、あの、元が F1 の品種だったらしいからね、これ。これ元が F1 のね、品種のスイカなので、やっぱね、兄弟とはいえ、やっぱ、見た目というか、ちょっと違うものができますね。種の大きさとかね、皮の感じとかね、種の色とかで違いが出るんですけど、この中でね、自分の好みのやつを残していただいてですね、種の数が少なくて食べやすいですね。なんかちょっと悔やまれる。はい。